このキュベレー見くびってもらっては困る。責任なら勝って果たします。私たちは負けません。本部がブレイク反応多数。レーダーが。人は生きる限り一人だよ。人類そのものもそうだ。そんなことないです。ハマンさんも私も一人じゃないです。こちらマリーダ・クルス、マスターの指示により協力する。マスター？え、オルガ団長のこと？袖付きのガランシェール隊キャプテン、スベロア・ジンネマン隊だね。もしかしてトリントン基地で味方をしてくれたっていう航中貨物船の？ともかく合流だ。電磁波の影響でレーダーが効いていない。気をつけろ。敵はギャラルホルン、キターンズに地球連合軍か。3つの歴史が混在しているな。マリーダ中尉さんのクシャトリアへ。こちらネールアーガマからの増援です。敵の包囲網を突破する。援護を頼む。了解です。ハーメス、この人の立場は？クローニングにより生まれた強化人間だ。また女性の強化人間？しかもクローン？モビルスーツに乗って戦場にいれば、それはパイロットという戦闘単位だ。私が何者でもな。彼女はバナージ君と戦場で分かり合って味方になってくれた人。バナージがここにいるのか？いえ、でもあなたをここから連れ出して彼に会わせます。わかった、そうなればいいが。周囲の敵は殲滅。さすがだな、マリーダ・クルス中尉。私は自分の役割を果たしただけだ。小隊長、先導を頼む。レーダー回復までは相変わらず目視だからね。データにない機体、モビルスーツなのか？4つ目の歴史、デスアーミーだ。未来世紀か。紐付きが読めんの。マリーダ中尉さんとブレイク現象は関係ないのかな。そうね、ガンダムファイターでも乗ってるモビルスーツがガンダムなわけでもないし。ガンダム。デスアーミーたちは全部片付いたかな。おそらくな。だがレーダーが効かんのでは。敵の存在は感じ取れない。マリーダ中尉の感覚を信じましょう。小隊長、先を急いで。ダッダッなりましたね。ダッ落ちる。ギャッ飛ばしすぎたか。ブレイク反応来るよ。このミッションに最初から絡んでいるティターンズのモビルスーツだ。鉄火団のメンバーはいないわね。ギャラルホルンのモビルスーツもね。小隊長さん、次へ急ごう。ああ、3年だ。落ちてるのない。だざっ、小賢しい。でやっ、犯人。
デビルガンダムの兵隊デスアーミー。未来世紀がどうしてこのミッションに干渉しているのか。レーダーが見えないようにブレイク現象もほこりに中だね。肉眼で確かめるしかないか。小隊長、油断はしないで。すごいです。やりましたね。チャンネルだ。すみません、振り回しすぎか。そこです。そこだ。遅い。ブレイク現象だ。この反応、コズミックイラの歴史か。地球連合のモビルスーツ、ダガーたちだよ。地球連邦ではないのか。私たちの宇宙世紀とは違う歴史だけど、敵増援には違いないです。迎撃を。よし。うわあ。外しません。バカな。多重ブレイク反応。キターンズに地球連合にデスアーミーズ。脈絡のないブレイク現象だ。美しくないな。もう鉄火弾のモビルスーツはどこ行ったの。肩の力を抜け、力みすぎては見えるものも見えなくなる。そうだよ、ヌネさん、絶対見つかるはず。焦らないで。まだ生きてるか。通信用傍受。この声は秋広君。小隊長、近いわ。次はどいつだ。彼、最後まであがいてやるぜ。ガンダムグシオンリメイクフルシティ。秋広君、どうしてこんな。大型質量兵器ダインスレイダー、地表をここまで破壊したのに。対モビルアーマー用のレールガン、違法兵器なんでしょ。ガンダムフレーム。私はこうしてここにおる。何の不思議があろうか。当てる。え、どうしてここにおるの。マスターガンダム東方先生。マスター、マスターだと。東方腐敗マスターアジアとはわしのことよ。あなたもマスターなのか。マスター違いです。それに彼はがギャラルホルは何が何でもここで鉄火弾を潰すつもりね。こんなとこで諦めるな。望みを持ち続ければチャンスは必ず来る。マリーダ注意さんとガンダムの紐付けが今回のブレイク現象の中心なのかも。実はガンダムファイターとかじゃないでしょうね。ガンダムのパイロットだったのは確か。強化人間用のユニコーンガンダム。死に損ない目。
私が引導を渡してくれる。多少は傭兵の心得があると見える。この展開は静止通りだ。だが見たぞ。私はこんなところで意欲クジャンキ撃破。やったわ、やったよ明宏君。いい土産話ができた。意欲様、よくも意欲様を。増兵は将を撃てば自然と崩れる。あとは明宏君を。返事して明宏君。ミノ姉さん、これデスアーミー。未来世紀からのブレイクは東方先生とのつながりだったんだ。くそ、こんな時に。マスター、もしやあなたは。やはりこのミッションに現れた東方腐敗は、ランタオ島でギリギリの戦いをする前の。うわ、上手ですね。私も見習って。デスアーミーまだまだ来るよ。相手が協力関係にあった東方腐敗でもお構いなしか。デビルガンダムめ。えい、この体さえまとも。周囲のデスアーミー全滅。これ以上は体が持たんな。マスター、お体に気をつけて。そして感謝します。この借りはいつか返そう。師匠ブレイクアウト。明宏君は。ミノ姉さん、ブレイク修正さえできれば意欲様との決着も彼自身がつけられる。レーダー機能の一部が回復した。ブレイク反応がある地点にマーカーを出したぞ。小隊長、マリーダ中尉と目的地。ごめんね明宏君。場所はこの辺りのはずだよ。なんだ、何かがいる。まだなのか。この黒いユニコーンは。バンシーノルン、リディ少尉さん、本当にマリーダ中尉がこのブレイク現象の中心だったの。あいつみたいな子供がニュータイプだとおだてられて、事態を引っかき回して許す。ニュータイプ、あいつがニュータイプなんてものが生まれてこなければ。箱の中身を変えてしまった人の確信か。落ち着いて少尉さん。サイコミの逆流でマシンに飲まれている。あれはそういうものだ。それがどうした。宇宙に適応した。バンシー、言うことを聞け。強烈な否定の意志、
ガンダムに埋め込まれたシステムの本能か。何か、お前は俺を一人にしないでって言ったのに。聞こえているはずだ、姫様の声が。バナージを助けてくれと。幻だ、こんなの。サイコミが人の雑念を拾ってるんだ。マシンは増幅しているだけ。そのバンシーも可能性の獣、人の心に反応するシステムを持っている。心が伝わる。俺の邪魔をするな。させるかよ。落ち着いて周りを見渡せばいい。世界は広い。こんなにたくさんの人が響き合っている。待って、マリーだ。自分の可能性を信じて、なすべきと感じたことに力を尽くせ。姫様、マリーダ・クルス、ここまでです。俺は何を。バンシーノルンに続いてクシャトリアもブレイクアウト。マリーダ中尉、あまりにも見事だった。言葉が見つからん。アキヒロ君も大丈夫よね。うん、全て正しく決着がつくよ。東方先生とドモン君のガンダムファイトも、イオクさんとアキヒロ君も、リディ少尉さんとマリーダ中尉さんの戦いもね。なかなか頼りになるじゃないか。とっておきだ。Thank you.